TBS ラジオジャンクサタデー、エレカタのコント太郎。先週コーナーを4つ立ち上げましたが、うん、結構来たということで。ね、嬉しいですね。ありがたいことでございます。まずはどのコーナーからやっていきましょう。ミドルネームを授けようのコーナーなんすか、なんだこのミュージックは。イェーイ、ショータイムみたいな。ミドルネームあるとかっこいいよね。なんだ日本の有名人にはミドルネームをつけてかっこよくしたり、イメージを変えてみないっていうコーナーでーす。すごいな、陽気だな。ミドルネームを募集している有名人は小林幸子さん。早速、小林幸子さんのメダルネーム紹介していきましょう。メダルネーム、まずはラジオネーム、アヒール千代川。新しい小林レディーガガ幸子。ダメじゃん。ダメじゃん。もう全部入っちゃってる。ミュージシャン入れてきちゃったんだ。全部入っちゃってる。レディーガガってちゃった、うん。ガガでもいいよね。小林ガガ幸子。ガガ。なんかガガ幸子いいね。ガガ幸子はいいね。あ、そっちはいいね。うん、レディーガガはちょっと入れすぎちゃったね。うん、そのまま。ええー。三河健一さんはね、うん、紅白出ないみたいな、ね、なんで、ね、あれは絶対出た方がいいよ、申し訳ないよ、俺たちが一緒に舞台出たからかな、あれそんな影響力ないです。5月に行きましょうか。ラジオネーム、バルチック柿原。小林ハッピー幸子。いや、そうだけど、ね、あ、でもこれは、これさ、だから本人やってくれてるやん、うん、あったんじゃないこの時代。明治座公園行けないの、ハッピー幸子あったんじゃないかな。違和感がない。基本ハッピー幸子だからね。幸せなこと書くからね。ハッピー幸子いいね。ハッピーつけることで、ね、なんか幸せ感が薄れていく感じがいい、ね。今年紅白ハッピー出んのかなとかね。いいよね。ハッピーさん出ますね。ハッピーさんいいですね。ラジオネーム、フォーティーナイナーズ。小林サイゼリア幸子。なぜなぜなんだなんだなんだ、行きそうにないからね。ほっかちゃうからね。怒り、和のイメージやっぱりそうだね。サイゼリア。サイゼリア。イタリアンの感じしないもん、ね、ファミレスなんだよな。サイゼリア、サイゼリアってなんか意味あんの、知らない言葉でも。小林サイゼリア幸子。あの店だけなのかな、サイゼリアね。だから小林 S 幸子ね、最初は。S ね。何の S かって聞いたら。あ、これサイゼリアです。なんでなんでだよ。サイゼリアなのよね。経営者なのかな。あ、そうかそうか。オーナーね。オーナーみたいだったらね。ラジオネーム、グレーな私。小林ハワイアンセーター幸子。セーターハワイアンセーターって何？ハワイアンセンターだ。センター。ああ、ね。小林ハワイアンセンター幸子。ああ、いいじゃないですか。あ、でもまあ、ハワイアのなんか感じも悪くないね。ね、踊りそうなね。イタリアよりは全然合ってる。フラとか踊ってる人もあの周りで歌ったりそうだもんね。うん、ペンネーム山塩。小林ハートビート幸子。いいよ。ハートビートいいよ。いいね。小林ハートビート幸子。歌姫なのかな、やっぱね、うん。みんな乗せちゃうからね。ハートビート。小林ハートビートいいの、ね、小林ってば強いんだね。いいね。ラジオネーム山塩。小林ザ・グレイト・エスケープ幸子。なんで脱出、どこから脱出するの。だから、歌姫がこう、さらわれちゃうのかな、さらわれ、物語性あるね、確かにね。だから、囚われてる、うん、あの、ザ・グレイト・エスケープ・サチコを、ザ・グレイト・エスケープするんじゃないの。グレイト・エスケープ・サチコをっていうのがよくわかんない。やっぱ、明治田公園って打ってる感じですよね、なんか。いいね。うん、いいね、それは見たい。おっぱいも見たろ。ひでえ、ひでえ名前だよ。小林、一点突破・サチコ。いい、やっぱいいよね。ミドルネームって言うとさ、ちょっと横文字じゃなきゃいけないみたいなね。四字熟語ですよ。そうじゃないよ。だってアメリカじゃないんだから、そうだよ。だよ、うん、小林一点突破。いい。ごとしって感じ、だからいいですね。一点突破。やっぱいいよね。ここ切り込んでったかみたいなことでしょ、強そうだもん。ヒップホップ界にみたいなね。うん、ラジオネーム、ミクマロ。漫画サンデーみたいな。小林、すごいぞ、幸子。いや、すごいですよ。ああ、うん、小林すごいよ、なんか、なんでしょうね。日本語にした途端にすごい、たけし軍団が。すごい、すごいしてきちゃうのは何なんですかね、これ、ちょっとね。すごいぞ、幸子って言ったらそうですよ。うん、確かに、ね。ただ、小林ですから。ああ、確かにね。小林。すごいぞ、それは、だから、すごいぞ、幸子だから。新しいよ。お前、すごいぞ、幸子。お前、呼んでくれよ、とか言ってことでしょ。すごいじゃないから。軍団さんも、ね。小林エース幸子で、そうね。その読みがすごいぞ。すごいぞ、エース幸子ね。そうか、ミドルネームだからね。ラジオネーム、高濃度茶化的。なんだよ、それ。小林、第15使徒、アラエル幸子。
マジかよ。アライルっていうの光る鳥のイメージと幸子さんがぴったりだから。ストだったのか幸子。じゃあもっとでかいんだよ本当はね。あれか、あのロンギヌスの槍投げたあれか、光る鳥のイメージが、ね、宇宙にいるやつ、宇宙にいるやつ届かないからっつって、だから小林アラエル幸子なんだけど、ノーコードジャカテキンはやっぱ分かりやすく第15種と入れてくれたの、第15種と小林第15種とアラエル幸子、すごいフィギュアにもなってねえからな、アラエルは宇宙でハーみたいな言ってるでしょ。ぴったりだよ、ぴったりだよ、ぴったりぴったり、その宇宙で幸子がねふわーって言ってほしい、一番アラエルに近いもんね、アラエル確かにリアルアラエルだよ ね、 ね、紅白アラエルで出てくんねえかな、うん、見えないよね、光だからそうね、光でね、残酷な天使の手で歌ってほしい、最後テレビがもう光ってきたって思う照明当てすぎる、チラチラ、最後にしましょうか、ラジオネーム甘美と小林ドラゴンクエスト幸子ナイン、幸子ナイン、あとにもミドルネームだったのに幸子ナインって幸子ナインって来ちゃったもう、っていうことだよね、出てね、盛り上がるねこれ、じゃあ小林アラエル幸子ってことでしょ、アラエルかっこいい、じゃあ今回小林幸子さんのミドルネームは、はい、高濃度茶化テキンの小林第15種とアラエル幸子これからはだからこうやって呼んでいい、はいはいはい命名してもらうわけですね、決定だよ、でもしっくりくるでしょ、しっくりくるしっくりくるね、今まで、ね、いいの多かったよね、いいの多かったんですけどね、一点突破幸子も良かったけど、一点突破幸子も良かったけどね、すごい力があるもんね、それね、でもやっぱ第15種とアラエルの方があの神々しいイメージが合ってる、幸子さんのミドルネームにぴったりだから、ぴったり、あの今までを壊さずにね、紅白で何だったんだろうと、あれアラエルだったね、15種と見れたね今年も15種と見れたということで、さあどうしましょうか、これちょっと続けていきましょうよ、うん、面白いんで ね、じゃあ来週の、はい、ミドルネームですね、誰に授けるかというので、はい、池上彰さんした今やもう今池上彰ね、池上彰さんといえば今やもう、うん、数字を取って取ってしょうがない、いやそう、まあ、詳しいしね、経済から何からね、わかりやすいですし、そうなの、ミドルネームなんかありそうな感じありますよね、ちょっと池上彰さんで。ああ、ね、まあ、頭いいですからね。知ってらっしゃる方はもう実話でもいいですよね。実は本当はこうです。本当に、そうですよ。第15種とかいけるけどね。第何種とかっていう話じゃないですからね。種と入れればいいって話じゃないですか。そういうじゃないです。さっきいる彰いけるけどね。池上彰さんは何彰なのかっていうのをね、送っていただきたいと思います。ますメールの方は elekata@tbs.co.jp、elekata@tbs.co.jp、co.jp。ハギの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオジャンクサタでエレカタのコント太郎ミドルネームを授けようのコーナーまでお願いします。